段ボールを切るときは段ボールの厚みよりちょっと多めに肩を出してで切ってもらうと。で出しすぎちゃうと肩の方が折れるのでそこは気をつけてもらって、斜めになると綺麗に切れないのでまっすぐ切るということを気をつけてください。と円を切るときはコンパスで丸く切る書いて、で、いっぺんに切らずにちょっとずつ、ちょっとずつ切るように。で、何周もしてポコッと抜ければいいので、いっぺんに切ろうとしないようにしてください。そうですね、いっぺんに切ると、この山が潰れたりとか、綺麗な断面が出ないので、ちょっとずつ、ちょっとずつ、こう、ぐるーっと何周かすればいいので。ダンボールの表面にお水を塗るんですけど、塗りすぎちゃうとべちょべちょになって全部崩れてしまうので、何回か塗ってだんだん染み込んできたら糊が浮いてくるので、だいたいちょっと水が染み込んだなと思った時に剥がすと。でまだ剥がれなかったらもう一回塗ると。でもうちょっと待ってから剥がすと剥がれやすいです。円にこう巻きつけた時に長すぎちゃうと詰まっちゃうし、離れちゃうとそこが隙間が空いてしまうので、こう継ぎ目がわからないように上は普通に開けて、で下をつけるときは最初竹串でちょっと当てがあって、くるくるくる回して全部噛み合うなってことを確かめてからくっつけるということです。ここがしっかり噛み合わないと回らないので、ここは離れないようにしっかりくっつけて何度もこう確かめながら固定すると、そこが重要です。自分のこの思い出の写真を貼るんですけど、気をつけるのがこれがくるくる回ってくるので逆さまにならないように、穴から覗いた時に正面になるように気をつけてください。